まずは屈斜路湖をね、一望できる美幌峠で展望台という場所へ向かいます。山道を登ってきて、20分ぐらいで、こちらの道の駅ぐるっとパノラマ、美幌峠で、到着しました。見てください、眺望最高すぎる。何これ。てっぺんが晴れててよかったですね。あちらの、向こうは雲がかかってるみたいですが、それが、いい感じに、雲海のようになってます。いやこれは来る価値ありますね。さらに上がったところに、もう一つ、展望台があるようです。岩がゴツゴツしている、こちらが、一番高い場所にある展望台となります。こうして見ると木が生えている場所とそうでない場所の違いがはっきり分かりますね。森林限界は確か 2500m とかそれくらいだった気がするんですけど、ここはおそらくそんなに高い場所ではないと思います。ですが気候が寒いからか森林限界が低い場所で生じているということになるんでしょうか。あの美空ひばりさんが美幌峠という歌を歌ってるみたいですね。それにちなんだ記念碑もあります。美幌峠から美幌の町までは26キロ離れてるみたいですね。その先に北見というね、オホーツク最大都市があるんですが、そちらはね53キロの位置関係だそうです。続いて来た道を戻って屈斜路湖の和琴半島に向かいます。和琴半島到着しました。こちらはバスでも来れるみたいですが、1日、平日のみで、7時20分と16時35分の、2本のみという風になってます。お土産屋が2店と、あとあちらに、フィールドハウスという、何かの建物がありますね。野営場というふうにも書かれてます。キャンプとかできるみたいです。ここを進んだ先が半島の先端でしょうか。全然先端じゃなかったですね。この先ずっと陸地が続いてるみたいです。先端は216メートルの和琴山、和琴山かな、があるみたいですね。温泉もあるみたいです。そして神社もあるみたい。まあ、今回はね、先端の方は、時間がないので行けないので、あの辺ちょっと行ってみて、引き返そうかなと思います。ここから先は歩く人のための世界です。車の乗り入れ、キャンプはご遠慮くださいというふうに書いてます。まあ、といつね、車は何台か止まってるんですけど、皆さんこの辺で、路駐して、出かけるんでしょうか。釣りの人とかが多いような気がします。そしてこちらが、和琴半島ですね。そして屈斜路湖の湖畔。今日は風があまりないので、こういう風に、鏡みたいに、なってます。次回ここ来た時はもう少しゆっくり滞在して和琴半島もね歩いて見て回りたいですね。湖畔沿いを走ってたら、砂湯という場所がありました。ここもかなり、景色が良さそうですね。湖畔から温泉が出るとのことです。このように足湯も設置されております。温泉に入れるスペースを作ってるんでしょうか。この通り沿いのね、紅葉がとても綺麗なので、路駐して、外に出てみました。見頃ですね、ちょうどこの辺は。こちらのね、広い公共駐車場にね、車止めて、川湯温泉という地区に、来ました。ここはまあその名の通り温泉街ですね。このように、湯気がもくもく排水溝から出ております。この辺は硫黄の温泉みたいで、硫黄臭がね漂ってきますね。この近くにね硫黄山という山があります。そこの温泉となってるみたいです。こちらの立派なホテルは金球さんですね。川湯温泉宿泊するときは、こちらのホテルが良さそうです。そして、こっちは川湯郵便局があります。このように川湯温泉の足湯があります。ここからどうやら温泉が湧いてるみたいです。このように流しそうめん台のように、温泉が流れていってます。そこまで強烈ってわけではないですが、硫黄臭がね、漂ってきますね。続いてあちらの奥の硫黄山に向かっております。湯気がもくもく出てますね。硫黄山の麓にある駐車場に来てみました。こちらの
摩周湖の、ね、駐車場と、ね、共通になってます。500円で2カ所泊まれるものとなってます。2日間で各1回有効ですね。それにしても車の中にいるんですが、すでに硫黄臭が半端ないです。煙がもくもく天に昇ってます。硫黄の匂い半端ないですね。箱根の、ね、大涌谷を思い出すような、そんな場所です。硫黄山は、ね、正式名称がアトサヌプリという、アイヌ語に由来する、名前ですね。アトサヌプリの意味は裸の山という、ものだそうです。こういうふうに、ね、硫黄の、ね、周り、木が、ね、育ってない場所と、ね、そうでない場所の、ね、違いがもう一目瞭然ですね。とんでもない硫黄臭ですね。近くまで来ると迫力が凄まじいですね。このように硫黄で黄色く変色しております。これはダイナミックすぎますね。地球の息吹を感じます。これはもうあれですね、黄色の変色が凄まじいです。こちらからはお湯が湧き出ております。硫黄山にも、お土産など買える建物があります。先ほどのお店で、温泉卵を購入しました。通常は1玉100円なんですけど、ちょっとね、殻が割れちゃってる訳ありということで、2玉で100円でした。うまっ。卵の断面はこのようになってます。先ほどの硫黄山から、ちょっと走って専門本線の川湯温泉駅に来てました。さっき立ち寄ってた川湯温泉の最寄り駅ですね。駅前の通りの様子です。駅には足湯もついてます。列車待ちで足湯に浸かれるのは最高ですね。駅のホームは比較的長いです。列車交換ができる駅ですね。熊の木彫りもあります。駅舎はかなり立派ですが、駅員さんはいないですね。無人駅となってます。木のいい匂いが漂ってくる駅舎ですね。切符売り場というふうにあるので、昔はおそらく駅員さんがいたんだと思います。川湯温泉は網走から1890円、釧路から2100円となってます。列車の時間と合わせて川湯温泉方面のバスも運行されております。川湯温泉を離れていよいよ阿寒湖へと向かいます。阿寒湖にやってきました。まずはこちらの遊覧船に乗ってマリモを見に行きたいと思います。遊覧船のチケットは乗船券と入場券がセットになって合わせて2000円です。遊覧船は現在コロナウイルス関係で減便しております。1日4本ですね。遊覧船の使用時間は1周約75分となってます。そのうち15分がマリモ観覧ということです。遊覧船の桟橋から見た阿寒湖の景色です。マリモはさすがにこの辺にはないようですね。乗船予定の13時5分発の遊覧船がやってきました。
こちらが阿寒湖の湖沿いの通りとなっております。阿寒湖はとてもアイヌ色の強い町となってまして、アイヌにちなんだお土産物屋や、そしてこちらはアイヌ模様のホテルですね。アイヌコタンという場所に来ました。ものすごく海外に来たかのような、そんな雰囲気がする場所です。遅めのランチはこちらのマルキ船でいただきます。レンタカー無事に返し終わりました。ニコニコレンタカーから10分ほど歩いて、今日の宿、ホテルラビスタ釧路川、道民系列の、ホテルに、本日は泊まります。13階には展望台浴場とサウナ、1階には足湯があるみたいです。今回の部屋は、7階の703号室。なかなかいい部屋ですね。一般の道民よりちょっと部屋が広い気がします。この道民系列は内装がシックな感じで、個人的にはとても好きです。部屋には独立した洗面台があります。そして反対側がトイレとシャワー。こちらもユニットバスではなく、それぞれ別ですね。道民の特徴、館内着がこういう風にあると。でしかもそれが浴衣じゃなくて、こういうね、ちょっとね、着やすそうな、パジャマみたいな、ものとなってます。こちらのダブルの部屋で、今回1泊1万780円でした。自分は普段この価格帯で泊まることはあんまりないんですけど、今回はね、旅行最終日のね、夜っていうこともあって、奮発して温泉とサウナ浴びに来ました。夜はこれから、しばらく作業します。 Wi-Fi 爆速すぎですね。温泉サウナ入ってきました。やっぱサウナいいっすね。今回は3回転ですね。10分サウナ行って水風呂を計3回やってきました。これやるとね、すごくね、なんかね、ふわふわした感じになるんですよ。ぜひね、まだサウナやったことないって人、1回でいいんで、サウナ3回転やってみてください。こんな感じで、もうふわふわしてね、もう眠いってなっちゃって、今日は終了って感じになるんでね、はい、この感覚がすごく気持ちいいです。明日ね、朝食、ちょっと早めに行かなきゃいけないんで、はい、もう、この辺で寝ます。それではおやすみなさい。阿寒湖からグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画では20代のノマドワーカーが旅の様子について紹介しています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。